1月10日木曜日朝の7時です。新名神下り宝塚北サービスエリア、ちょっと寝坊しちゃったな。今日はね、宮崎小林市、近くまで行きます。まあ、運転時間がね、昨日10時間30分走ってるから、どうなかな、うまく時間超えないようにって言ったら8時間ぐらいしか走れないけど、まあ、ちょっとどうなるか走りながら考えます。どうもよろしくお願いします。よいしょ。7時30分出発。いやー天気いいね。今出発の電話したら降ろした日に帰り荷物積んで帰ってくるからだって、って感じだけど、ってことは宮崎で降ろして多分福岡まで高速バックして効果で積むっていうことだよね。いやきついですね。高速道です、一車です。降ろし終わるの11時ぐらいだと思うんだけど、で、まあ、運転時間9時間平均、2日間で9時間平均を2回連続して超えるとアウトなんだよね。まあ昨日は超えてないけど、今日9時間平均超えるぐらい走れば宮崎まで行けるんだけど、今日超えると明日超えられないでしょ。明日超えられないということは福岡まで行って積んだ後走れないってことになっちゃうから、今日は9時間平均を超えるなと、超えちゃいけないよというお達しでした。なので福岡ぐらいまでしか行けないよね、今日はね。11時20分宮島サービスエリアです。430、3時間47分走ってきました。昼飯、節約昼飯。おにぎり、おにぎり320円だったかな。ちょっと硬いです。メイン
職人。職人。100円。はい、お疲れ様です。休息しました。午後4時15分。木山パーキングエリア。宮崎行くのにここで休息。明日しんどいな。まあ、なぜかというと、明日、降ろした後、大分の豊後高田で積んで、登ってくるので、なるべく明日走れるようにしとかないといけないから、そのために今日は2日平均9時間っていうやつを超えないようにするためにここで休息になりました。まあ、昨日がもう10時間30分走ってるので、今日は残り7時間30分を超えないように走らないといけなかったんで、こんなところで、こんなところでというか、ここで休息することになりました。で、明日、まあ、こっから260キロあるんですよね、目的地。5時間かかります。で、十字下ろしだから。で、山道走るんで、まあ、30分から1時間早く着くように、お願いします、と。言われてますんで、まあ9時を目指していくつもりで行ったら8、7、6、5、4、4時に出発しないといけないってことだね。いや、めんどくさいね、この時間の計算が。まあ、配車係が、まあ、考えてるみたいなんで、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。あの YouTube に出てる人ですかね。ああ。いつも見てるんですよ。あ、どちらですか ?YouTube。いつも面白くて見てる。今日どこ行くんですか。今日は、宮崎。いつも見てるんですよ。会社見たり、関東見たり、YouTube とか。どんどん見てるんだったことで。初めてです、声かけるとか。あ、そうなんですか。ええ、いつも見てます。登録してます。あ中にカップラーメンとか、何にも大して面白くないですけどね。いやいや、この人ですか。宮崎、宮崎を今年、今年帰りはなんですか。帰りはね、大分で住んでいましたね。あ、大分ね、宮崎行って大分、うん、宮崎行って大分、
あ、九州の方ですか。そう、自分佐世保なんですよ。あ、明日宮崎の小林で降ろすんですけど。あ、自分宮崎あんま行かないですもんね。あ、そうですか。鹿児島から行ってくる。一応頑張ってるなって週に1回ぐらい家に帰るんですか。あ、そうですね、週に1回ぐらい。最大的には5日に1回ぐらいですけど、最大の時はもう20日行くべき状態だったんですよ。わかりました。帰らないことがあるそれはわかりますね。なんかあ、車中泊なんかもない。車中泊楽でいいですよね。楽でいいですよね。車中泊なんかもない。でもこれ止まるじゃないですか。あ、そうですね。でも今時間だったら多いですもんね。いや、運転時間がね。あ、そうか、ね、オーバーしちゃうと足走れなくなっちゃうから。大分だったらもう、忘れか、ね、頑張ってください。はい写真撮りましょうか。あ、よろしくお願いします。今視聴者の方に声をかけていただきましたよ。初めてですね。なんか、うん、九州の方らしいですね。長崎って言ったかな。ああ初めてですね。ありがたいことですね。こんな感じになってますね。今木山から小林まで5時間263キロで、10時下ろしだから、でも早めに9時に着けるとしたら4時出発じゃなくて、本当は3時半に出発したいんだけどね。うん、まあそれで下ろしが1時間かかったとして、で、そこから小林から豊後高田まで6時間47分。376キロ。東九州道周りで。で、この6時間47分を足すと、豊後高田到着が午後5時47分。休憩入れたりするから、休憩1回か。1回入れたとしても、18時15分だよ。そんな遅く詰めんのかな。18時15分に詰めたとしても、まあ、例えば4時に木山を出発したとしたら、5、6、7、8、夜8時まで、夜8時までしか運行できないから、それまでに休息場所を見つけないといけないっていうことだよね。ちょっともうギリギリすぎてね、途中何があるか分かんないから、こんなギリギリじゃちょっと厳しいんじゃないかな。セブンイレブンで晩飯買ってきました。中華丼。